情報キャッチ取るだイド763。近76く12時23分を回りました。ここからはゲストコーナーです。えー、土地のみ焼酎の土地紙が発売されました。こちらについて詳しくお話を伺いましょう。スタジオには綾部市観光協会より白子あゆみさんにお越しいただきました。白子さんどうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ F.M. カルにもこの土地紙が 置いてありまして、そして今日はまた持ってきていただきましたね。マイボトルも持参してきました。マイボトルなんですか？はい、これ私があの自分で買って、そうなの。はい。減ってますよ。減ってます。すでにもう信用何度何日かはいしておりますが。そうですか。じゃあの実際に飲まれたね感想などもお伺いしていきたいと思いますが、あのまずそのま土地のみっていうとその小屋のね土地を使っ おかきとかクッキーがね定番化されてておられとか人気なんですけどこのお酒びっくりしたんですけどもの他には例がないというふうに聞いておりますよ焼酎に使われてるということはなんか土地のみが焼酎の中にね入るっていうすごいんかアイデアというかどういうところから焼酎が生み出されてる これはですね、はい、水源の里小屋の,、はい、あの渡辺一茂さんの,あの企画というふうに、はい、あの伺っておりまして、はい、あの渡辺さんとあと小屋のおばあちゃんたちが実際に酒造場に土地のみを持ち込まれて持っていかれてですねなんとか。 商品化できないかということで、はいあのー、お願いに行かれて実現したと聞いておりますもううそれはいいいつぐらいっていうかこれですね、うん、実はもうかなりあの前、はい、3年ぐらい前からあか、あのー、企画が上がっていたようで、はいはい、ただですね、あのー、土地のみってあの。 いつもあの、うん、おかき作る時お,おばあちゃんたちがアク抜きにですね、はいはい、大変な苦労をされてるんですが、うんはい、やはりあの焼酎作りの際もアクの処理がですね、うん、ちょっと一筋なまで生ではいかなかったようで、はい、あの試行錯誤を重ねて、うんはい、あの時間がかかったというふうに聞いております、はい、そうなんですね、はい、でもそれだけいろいろと、えー、やられて、はい、美味しいお酒が出来上がったことだと思うんですけども、はい 実際じゃおきなあおしこめさしらこさん <laughs> あはいあの、ね、結婚しまて、ね、<の>最近はいおヘ、はい、さんは飲まれて、はい、どんな感じ <laughs> 普段お酒は飲まれるんですか <laughs> はい、うん、あの 大好きなんですけど、はい、弱くてむ本当にもう文字通りたしなむ程度なんですね。はいはい、であの実はこの土地が販売されるやいないや買いまして、はいはい、実はあの糖尿病の父が日本酒とかビール飲めないんで、はい、父のためにプレゼントしようと思って買ったんですが。 いやでもちょっと飲んでみたいなどんな味なんだろうと思って海鮮しちゃったんですが想像してたほどですね、苦味とか渋みは全くなくてむしろ飲みやすいのが意外でした。うんうん あの、ちょっと、何か、癖があるのかなと思ったんですが。あの、全然、そんなことなくてですね。あの、水割りでも、あの、ジュースで割っても、飲んだんですけれども、とても飲みやすかったです。で、その、土地の実が、っていうことなんだけど、そういうのは感じるんでしょうか。あのですね、私自身、あの、実は、焼酎、普段飲み慣れてないからか。あまり、感じなかったんです。それだけ、あの、西山酒造場さんの、あの、方が、もう、苦労して。 味を抑えて優しい味に仕上げられているということだと思うんですね。はい。あく抜きから大変ですしね、それがこうお酒に影響しないようにというした準備もありますと思いますが、じゃあ飲み非常に飲みやすいという非常に飲みやすかったです。私は匂いを嗅いだだけなんですけど、でも結構濃厚で鼻にこう残るなといった感じはするんですけど、匂いはあの香りは濃厚でした。はい。ただ味はあのまろやかだと。 思われますので、うん、ちょっと実際にあの皆さん飲んで、はい、あの自分自身でちょっと感想を持っていただきたいなます、ねまあ、私もお酒でも焼酎はもう全然やっぱり飲,、まはい、飲めないのであれですけど酎ハイとかははいたまにあそうですかあ,あそうかでも酎ハイは焼酎と焼酎だっ、はい ちょっと思うですよねアルコール分なんかほんと少しみたいな感じでねあそこじゃジュースで割ったりジュースで割ったり炭酸で割ったりあのしたら普段飲み慣れてない人でも飲めると思いますしそうですかはいもちろん日頃から愛飲されてる方にはもうぜひぜひですよねお飲みいただければと思いますがこの綾部市の水源の里の小屋の土地のみを活かせた焼酎ぜひ皆さん飲んでいただきたいですよお酒好きの人はもちろんはい はい、ということになっております。で、の、まあ、この、えっと、名称が土地紙ということでね。えっと、また、ラベルも素敵です。そうですね。このラベルもですね。あの、水銀の里小屋の、渡辺一之さん、一之さんが、あの、考案されたというふうに伺っております。はい、そうですか。じゃ、土地のみが二十パーセントぐらい使用されてて。本格焼酎二十五度。二十五度。これ、本数とか、どうなんです。限りあるんです。か これがですね、はい、実は限定千本のみ。うんうん なので、早いもの勝ちということになりますね、今のところ、追加生産されるというふうには聞いておりませんので、販売がいつからででしたっけ販売がすねつい最近、販売開始されまして、先週の金曜日、1週間前、20日から販売されてまして、実は、あえべ観光案内所でも販売してるんですが、もう販売日から売り切れまして、追加で入れたんです。 というようよな状況です、はい、いや皆さん情報早いですし、はいですね、やっぱりあの試したい人はもういち早くね、はい、飲んでみたいっていう,うと思いあ,りますよ、ね、あとはあのご自身で飲まれるのもいいですし、えーうん、ちょっとした贈り物にもラベルも高級感がありますし。はいはいはい あの、とても最適ではないですかね、ふるさと土産という。そうですね、はい、それはもらっても嬉しいし。ゴールデンウィークで規制される。方とかねお土産にも。とてもいいと思います。いいですよね。はい、じゃあ、こちらは、えっと、七百二十ミリリットルの瓶に入ってるんですけども。価格のほどは。はい、こちらですね、税抜きで二千三百円になります。でも、レーズナブルじゃない。ですかそうなんですよ。非常にレーズナブルだと思います。そうですか。じゃ、あの、この製造が。 西山酒造さん、はい、酒造場さんですね。はい。はいはい、で販売協力がえっ、ー、と、はいはい、三、はい、町アイタウンの佐々木酒店さん、はい、になりますね。はいはいはい。はい、じゃあ他に取り扱っているお店はどちらになりますか。はい、えー。佐々木酒店以外では綾部特産館と、えー、私どもの、えー、綾部観光案内所 この3加所で現在のところ販売されておりまして実際にちょっと買いには行けない時間もないしあと遠くに住んでいるので行けないという方はですね私ども今年からオンラインショッピング綾瀬れというホームページで通信販売のサイトを設けましたのでこちらでも 取り扱いしておりますので、ぜひ注文をお待ちしております。はい、あのあやセレですか。い、あのいいですね。インターネット販売のページもとてもおしゃれですし、ありがとうございます。はい、あやべの特産品がこう一気にわかるという、そうなんです。あの、はい、もう栃木以外にもですね、たくさんのあの商品をですね、あの揃えているので、一度ホームページをご覧いただきたいですね。なんかまああの観光案内所とか特産館でで実際に行ってお買い物するのもいいんですけど、行く前にどんながあるのかなって。 下調べにもね、ねいいのかななんていうふうにもう、ね、思いました。それもいいですね。はい、それでですね、ねあのインターネットでとちがみをご注文される場合はですね、あの えー、外箱代も含めての金額になりますので、はい、2,500円の税別になりますので、うん、それだけ、はい、あのご了承いただければと思います。はいはい、なるほど、わかりました。はい。じゃこちらはえっ、ー、と水源の里小屋の代表のまわだなさんが、はい、まあ最初に混乱したらどうやっていうことで、うん、素晴らしい企画で、ではい、はい。でまたいろんな方がこう関わって 出来上がったとということですけどもそうですね、うん、あの今回の,あの企画を応援されたのがです、ねはい、京都府さんでして、はい、あのもう山田知事自ら、はい、あら酒造場さんに掛け合われたと聞いておりますし、はい、あの京都府中丹広域振興局の、えー、農林商工部の、えー、地域づくり推進室、はい、こちらがの水源の里小屋の支援もされてるんですが、はい、こちらもあの非常にあの力に なったと聞いております。そうですか。はい。じゃもう京都府がもう本当に全面で押しているということでですね。生造本数千本検定。もしかしたらなんかねあの皆さんのこう要望があったらまた増えるかもしれないですけど今のところはということになってますね。ちょっとやっぱりあの枠の処理が大変というかなのであの他の焼酎作るよりは大変だと思いますのでやはりあのもう千本が残っているうちに。はい。 試してほしいですね。そうですね。はい、わかりました。では、この時間はもう販売開始1週間。 とということでですよね、えー、土地の実を使った焼酎土地紙について、えー、白子さんに PR していただきましたがにに何かございいいいいままししたたら最後にお願いしたいと思いますはいえー、先ほども申し上げたんですけれども、えー、オンラインショッピング綾瀬礼でまずは一旦商品を確認していただいて、はいえー、興味ある方は、えー、綾部市観光協会電話4 2九9 5 5 0までどんな質問でも結構ですのでどしどしお問い合わせをいただければご 案内い,いたします。はい、ありがとうございました。はい、本日は、えー、土地のみ焼酎、土地紙について詳しくお話を伺いました。綾部市観光協会の白子あゆみさんでした。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。